ザ・クイーンズ・イ・ーン・ナーリング道路が横切っている。ザ・メールボックスの正面外観ザ。メールボックスとは、イングランド・ウェスト・ミッドランズ・バーミンガムのシティセンターと、シティセンター・コアの境界線上にあるオフィス、デザイナーショップ、レストラン、ランバーの高級志向複合施設及び、市街中心型高級集合住宅である。BBC ・バーミンガムも入居している。 ザキューブを含め正面から裏側まで全長約300メートルで1階の店舗を含む7階建てである。ウスターバーミンガム運河が背後を流れている。ザメールボックスの運河側にあるレストラン過去には運河の布頭や1970年に完成したロイヤルメールのバーミンガム担当区文書があり、現在の名称はそのロイヤルメールに由来している。 このソーティングオフィスを設計したのは、イギリス建設省の R.H. ウスマンで、プロジェクト建築家の H.A.E. ギディングスと E. ウィンタースとアーリーによる、ハバード・フォード・アンド・パートナーズとの共同作業で行った。完成時、20エーカーの面積となり、手紙や小包みを機械で区分する区分書としては、国内で最大規模、バーミンガムでも最大規模の建築物となった。また、 手紙を直接送るために、バーミンガムニューストリート駅との間を通るトンネルも建設された。そして郵便物を処理するために、ウェストミッドランズ内において、電気で動く最大規模の区分装置も導入された。メインエントランスは、ブルッヒャー通りに面し、その上に、正方形になった区分で左に、小包み用、右に手紙用の区分書という構成の2つのタワーがあった。 建築物構造は40フィートの正方向紙で構成された鉄骨に軽量のプレキャストコンクリートフロアスラブや鉄筋コンクリート溶壁とサブ床で構成されていて外装はキャストガラストラフと露出型の集合パネルが使われていた換気は建築物が必要とする温度にするエアハンドリングユニットで行われていて外装は主に厚いガラスが使われ へこんだ窓に出っ張ったエアハンドリングユニットで構成されていた。ザキューブはメールボックスにおける開発の最終段階である。メールボックスの外側からの BBC バーミンガムオフィス1997年ロイヤルメール区文書はバーミンガムの再生における重要人物であるチャタムによって承認された。チャタムはブラインドリープレイスを開発するためにエージェントと活動しており、 この区分書が複合施設に転換する需要がある時に合う建築物になると考えエージェントに売却させるために説得を試みた。しかしエージェント側が受け入れなかったためチャタムはバーミンガムディベロップメントカンパニーという開発会社を自身で設立し、1998年に建築物を300万ポンドで購入した上、さらに周囲にある。 運河側の建築物も100万ポンドで購入した。購入後、建築物を再開発するための資金調達目的で、クロスビーホームズに空間権を売却した。バーミンガムディベロップメントカンパニーによって建築物は、総計300室もある2軒のホテルと15,850スクエア M のオフィススペース。 9290スクエア M のレストランと健康クラブを含む商業スペースに転換された。クロスビーホームズもスペース上に集合住宅を建設した。区分所の再開発では、鉄筋サブ構造のほとんどが巻き込まれる形で取り壊された。費用は1億5000万ポンドかかり、2000年12月にオープンした。 ハーベイ・ニコルズによる商業スペースに区間の買収の後、この開発は1億2500万ポンドの超過という評価を受けた。公共広場であるチェンバレン広場はサフォークストリートクイーンスウェイの下にあるメールボックスの入り口に造成された。この広場は自然石で舗装された社会的な場所で、また周囲の建築物を行き来しやすいように設計されている。 この場所から建築物の裏側にかけて講習によって頻繁に利用されている。メールボックスの裏側も橋を渡ったり運河沿いをガスストリート流域の近くまで歩くことが可能である。この複合施設には現在座ー部と呼ばれるバーミンガム出身のケンシャトルワースが所属するメイクアーキテクツとビューローハッポルドのエンジニアが設計した新しい最先端の複合利用建築物が 建設されていて、メールボックスの完成に向けた最終段階となっている。キューブには、ルーフトップのレストランや、ブティックホテルと集合住宅が入ることになっている。2004年、BBC バーミンガムがエジバストンのペブルミルスタジオからメールボックスの複合スタジオに移転した。一般大衆は、BBC ウェブサイトの閲覧や BBC のグッズを変えるだけでなく、 一般に開放された玄関で制作されるラジオやテレビ番組を見ることができる。2005年10月31日、女優のメアリー・ウィムビッチが、ジ・アーチャーズの収録が行われたメールボックスのスタジオで倒れ81歳で亡くなった。収録後間もないことだった。2008年2月16日にはメールボックスのカフェラジーズで銃撃事件が起きている。2011年4月、 メールボックスは1億2710万ポンドで、ブロックトンキャピタルとミリガンの合弁会社に売却された。ありがとうございます。